青森公立大学はこちらをご覧ください。ここでは就職支援について紹介されています。青森公立大学では1年次からキャリア教育が始まります。さまざまなキャリア教育科目に加え、学生の保護者を対象にしたガイダンスも実施。企業で実務を経験するインターンシップも1年次から参加できるんです。3年生からは地元の企業を中心とした企業説明会も実施。こうした支援により1期生から17期生の就職率の平均は 91.9% と高水準。そして青森公立大学の平成25年3月末時点の就職率は青森県や全国の平均を上回る 95.3%。 3年連続で就職率はアップしているとのことです。就職先で人気なのはやはり地元青森県で、学生のおよそ半数が県内に就職。次に多いのが首都圏で、東北、北海道と続きます。地域に信頼されている大学なんですね。